愛犬が心身ともに健やかに過ごすための健康法、意識すべき暮らしのコツ。毎日の健康チェックをする。犬は体に何かの不調があっても言葉で説明することができないね。あなたがきちんとチェックし把握してあげることが大切やけど、毎日隅から隅までチェックするのは難しいやんな。だから毎日必ず犬の体に触れることから始めてみてな。元気や食欲の有無、排泄の状態、ブラッシングでの皮膚や紐をチェックだけでも体調の細かい変化やちょっとした差などがわかるようになるから、毎日触れ合うことが大切やな。食事に気をつける。人間も健康な体づくりに食事は欠かされへんやんな。犬も同じで健康な体を維持するためには食事はめっちゃ大切やねん。特別なアレルギーがない場合は総合栄養食でいい記載があるドッグフードを食べてるやろ。これはその名の通り、犬のために栄養バランスが整えられたフードやねん。ライフステージ、体重、体格、体質に合わせたものを選べるから、適切なものを選ぶようにしてな。また飼い主さんの中には手作り食にこだわる人もいてるかもな。手作り食はドライフードに比べると栄養が偏りやすいから、ビタミンやタンパク質、脂質のバランスが取れるように細かい調整が必要なんやで。最近はアレルギーで困ってる犬と飼い主さんも多いみたいやねん。フードを選ぶときは原材料やタンパク質の種類とかを必ずチェックし、ひどい場合は療法食とかを利用してアレルギーが発症しないものを選んであげてな。適度な運動をする。運動って聞くと体を動かすことに気を取られがちやけど、頭の運動も含むねん。犬の個性に合わせた運動量を確保できるお散歩の仕方や、一緒に頭を使って触れ合える遊びをしてあげるとストレス解消や脳への新しい刺激になるねん。特に小型犬の場合、小さいからって理由でお散歩の量が足りてないことがあるから、毎日しっかり歩かせてあげることも大切やで。たまに違う道を歩いたり、公園で運動をしたりするのもいいんやで。動物病院で定期的な健康診断を受けたり、必要なワクチンを接種したりすることは病気の予防のためにめっちゃ大切やねん。病気も早期発見できれば治療をして完治する可能性も上がるねん。公衆衛生の観点からも、狂犬病やその他の感染症のワクチン、のみ、打肉除はしっかり行ったってな。また、室内外での事故をあらかじめ防止することも大切やで。滑りやすい床にマットを敷いて滑りにくくしたり、段差を解消させて犬の生活環境を整えることや、小さすぎたり尖ったおもちゃを与えないとか、日常の小さな事故を起こさないように注意してあげてな。愛犬の体に傷をつけたくないって理由で避妊、去勢の手術を避ける飼い主さんもいるけど、この手術をすることで将来、卵巣や子宮、精巣の病気をしなくなるっていうメリットもあるね。特にメスの場合は、高齢になると子宮の中に膿がたまる子宮蓄膿症っていう病気になりやすくなるけど、避妊手術をしてたら、それを避けることができるんやで。まとめ。毎日の健康チェックをする。食事に気をつける。適度な運動をする。事故や病気の予防をする。どれだけ注意してもリスクをゼロにはできないけど、少しでもゼロに近づけてあげてな。